花勘衆総大国本、洋州中国長番印刷博物館に所蔵。花勘派は、作品が古代の詩集、花勘衆に収録された、鹿を指す。代表人物に、恩定院、伊草、張筆らがいる。一般に花勘派は、当代の恩定院に起源を持ち、古代の時の後、諸で繁栄したとされる。 厳格な意味で言えば一派をなすわけではないが、一般に花勘派とは、この種の文学形式が民間歌局を経て、文人の創作へと至るものを指す、中間形態である。花勘詩の題材は、多くが、次女の炎上、離別の上官、老たけた趣むの敬遠である。体制上では、花勘詩は、朝礼に限られ、五、六十字を過ぎず、題名はなく、 わずかに主張名があるだけである。風格上では、花冠詩は穏やかで暖かく柔らか、たおやかで趣きが深く、農園花ビが主であり、精神天礼な作もある。音程院の詩は主座に置き、詩風は農園整備で多く寝屋情を読み、花冠に一派の風景を開いている。衣相は諸和命令で、うまく個人の傍教、階級の情を入れ、恩詩と併称され、 集中二種の主要な風格を代表する。花冠氏は、宋代においては演歌の基礎を築き上げたと称せられた。学術界は長期にわたって花冠派を芸術館制度が創始より低いとみなしてきた。しかし、花冠氏は、表の弁みとリークの詩風に直接影響している。花冠集は、詩の創集である。全十館。 五代の時の後職の長高し素が編纂したものであり、週がなったのは高生三年、同年月の応葉明の序がある。すべて十数名の作家の五百欲日の作品を収録。当の恩定員、候補松、五代の遺草、節明治、牛、長筆、猛文鈴、牛のぞみずみ、応葉明、和しこり、古径、孫光則、儀少半、家賢、沿線、因美佐語、 もう広志神、リラ十八や五百欲美である。王与明の女ではこの体制の作品を四角曲志士と称する。七十四種の配聴を使用し、その中で簡単にいさごと菩薩版、臨光線、主戦庫の使用が最多である。四個全書においては、修部である。花監衆の各時代の鹿勢の影響は遠く遥かに及ぶ。陸遊は、花監衆を、 簡易にしえの趣きがあるとみなしていた。ありがとうございます。